もともとその坊やがあんたらに粗相したんだろう。ま、怒るのも無理はねえ。けどよ、子供相手にやりすぎじゃねえか。んだてめえこれ。お前だって生きるために必死なだけなのにな。まあ、さあ。だがな、生き抜くためだけに振るう暴力、それじゃ獣と変わらねえ。見てろ。俺たち人間が目指すべきはそこじゃねえ。暴力は暴力をもってのみしか制することができん。だからこそ、てめえを貫く信念、誰にも負けない鍛錬、修練をもって暴力は武へと昇華される。